血を流した状態で発見された。2024年1月26日午後6時10分頃に愛媛県今治市松本町の民家で、この家に住むピアノ教師の富田小雪さん64歳が血を流した状態で発見され、その後死亡した。富田さんは自宅でピアノ教室を運営しており、現場からはこの教室に通う男子生徒が縛られた状態で発見された。男子生徒は救急搬送されたが、命に別状はなかった。富田さんは4人暮らしで、警察は事件以降から連絡が取れていない。35歳の次女が何らかの事情を知っている可能性があるとみている。警察によると、現場から凶器は見つかっておらず、犯人が凶器を持ったまま逃走している可能性がある。警察では、救急配備を敷いて逃げた犯人の行方を追うとともに、殺人容疑事件とみて捜査している。被害者は一人、現場に居合わせた男子生徒は無事、次女が不明ということで、情報が断片的で、続報が待たれます。教室の生徒さんはこのような事件に巻き込まれてしまい、さぞかし怖い思いをされたことと思います。本当にお気の毒としか言いようがないです。犯人が捕まらないことには近隣の方も不安だろうと思います。一刻も早い犯人逮捕を願っています。縛られた男子生徒は犯人を見ている可能性が高い。その男子生徒の証言から犯人の目星はついているのだろう。しかし、その犯人らしき人物から聴取できていない段階なので、詳細の発表がされていない。犯人が次女とその子供二人を連れて、逃走を図るのも無理筋なので、まずは次女と連絡を取れた後に、事件の詳細が発表されるのだと思う。もしかしたら、次女も巻き込まれて連れ去られている可能性もあるし、仮に次女だとすると、普段の亡くなられた方の生活リズムもある程度把握していただろうから、わざわざ男子生徒が来ている時に、犯行に及ぶのかなとも思います。いずれにしても、まずは捜査とともに次女の安全確保に全力を傾けてほしいと思います。目撃されているかもしれない生徒さんが心配です。同業者ですが、レッスンの真中、生徒さんが自由に出入りしてスムーズにレッスンできるよう、鍵を開けっぱなしの教室はとても多いです。今回は違ったケースかもしれませんが、お客さん生徒さんがいてもお構いなしなんて、押し入り強盗もいないとは言い切れないし、怖いですね。気をつけたいと思います。第一印象は次女が疑われている感じを受けたが、冷静に考えれば女性一人でたまたま居合わせた生徒さんを縄で縛り、被害者を殺害することが可能なのかという気がしてならない。いずれにしてもピアノ教室の生徒さんのメンタルケアは必要だし、現場は住宅街とのことなので、通学中のお子さんたちに危害が及ばないか心配。早期解決を祈っております。男子生徒の心のケアはちゃんとしてあげないとね。